こんにちは。手で芸をするコミーです。今日は冷水と3種類を使ってアフリカンフラワーの小鳥を作っていきたいと思います。じゃんじゃかいきます。はい。まず20番のミモザと20番のエメラルドグリーン、ちょっと中に入っちゃっています。これは20番のラムネ、この3種類を使っていきたいと思います。前にやめたっていうか、もうやめているわけではないですけど、針をどうしようかと思って今2本用意したんですけど、レース針の2と4、2号でいきたいと思います。4号だとちょっと細いから大変かなと思って2号にします。レース針ね。はい、カバさんを作りたいということで始めたアフリカンフラワーね、何度か動画でやっています。レシピがちゃんとないまま編んでいたんですよ。五角形のを作ればいいんだろうとか、その軽い気持ちでね。で、まあそのうちちゃんと見つけなくちゃと思ってたりしたんですけど、五角形だけではダメだったということを途中で知りました。で、モチーフの大きさもなんかバラバラだったりとか、なんかあまり綺麗にできてなくて、で結構気持ちはもう萎えちゃってたんですよね。だからね、あのカバさんは作ってみたいなとは思ってます。ただ今まで編んだやつを使えるのかなみたいな感じなんですよね。なので、もしカバさんをちゃんとやるとしたら、もう一度やり直すかな。ちゃんとレシピを見つけてから、何角形のを何枚編んでという、そういうように計画的にきちんとやらないといけないと思ったわけです。ということで、あのままになっているんです。だけどアフリカンフラワーで作る何かマスコットみたいなものはすごく可愛いなと思っていて、ぜひ何かね作りたいなっていうふうに思っているんですよ。そんな時に見つけてしまったわけです。これは同じ色でやるんだ。リンクをね貼らせていただくというお断りをさせていただいています。そして動画でも、はい、やりたいということで了承いただきました。小鳥ちゃんね、ぜひ見ていただきたいと思うんですけど、あ、これちょっとこのままじゃなかった。他にもね、とっても魅力的な編み図がありました。だからやってみたいなとは思っていますけど、まず小鳥ちゃんからね。パーツがまず少ないというのが、初めてやってみる人には挑戦しやすいものだと思います。でね、ちょうどまあ他の糸でもいいとは思うんですけど、この編み図を見るとレース糸という風になっていたんですよ。だから、あ、今の私の旬だわと思って、すぐによし編もうって思いました。これもし1個成功したらね、あのアフリカンフラワーの他のもの、もちろん最終的にはカバさんやりたいですけど、そういうの他のもまた挑戦したいとかできるようになるんじゃないかなというふうに、そんな期待もしていたりして、まあ、いきなりまたねカバさんをやろうとしたのもまた、まあ、無謀だったのかもしれないですけど、大きさどんな風に出来上がるのかとかちょっと私も分かってないですけど、
レース糸で編むってなるとね、小さめにできるんだろうなって考えるとちょっと可愛いですよね、マスコットとして。色の組み合わせもきっとこれは個性というかな、出るんじゃないかなというふうに思って、今持っている中から探しました。これはこれを作るために何か糸を買ってくるってなるとまた違う色になると思うから、それはそれでまた違うね楽しみ方になるなというふうに思ってるんですけど、よし、これで1枚完成です。キューってなっちゃうな。まあいいか、つなげたら違いますよね。この無地が2枚いるんですよ。ちょっともう一つは色の違うのを作ってみますね。何色にしようと思ったっけ。これを中心をこれにしようと思った。ああ忘れちゃってる、やっぱり最後の長編み。
が色違いバージョンっていうんでしょうかね。ちょっと飲み物に行きましょう。今日のふたつきマグカップ、はい、コーヒーです。やっと買ってきましたコーヒーを久しぶりに。でこれを2枚ずつ、あのもう1枚ずつと、あと、四角形の1枚作ってつなげるというね、あのすごく少ない枚数で完成できますよね。うん、ということで、また次の動画になります。今日はここまでですね、とりあえずね。はい、はい、これはもうすぐにやります。またカバさんみたいに撮っておかないで。はい、ですがちょっと一本にするにはちょっと長くなってしまうので、また次の動画にしようと思います。はい、リンクは一応貼っておきますので、はい、よろしければそちらをご覧ください。私は まだ完成してないですけど、もし気になる方はね、余れてみてください。ということで今日はアフリカンフラワーの小鳥を編み始めるという動画になりました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。